RSTO。あ、そうか、いいよね。あ、そう、合ってますね。はい、じゃあ、これやってみますね。これ日本版ですからね。これはね、僕、セガサタン版で持ってるんですよね。プレステ版持ってないんですけども。まあ、内容一緒ですけど。だから、これ、プレステ版でやるのは初めてですね。え、懐かしいな、これ。ボードゲームなんですよね。ご挨拶。ご挨拶って何？あ、そういうことか。挨拶ってそういうことか。まあ、ごめんなさい。お買い上げじゃないんですけどね。はい。ちょっと変わったクイズゲームの出演者を紹介します。スリーサイズまで乗ってますね。バスト88。バスト73。まあ、小学生なんですね、12歳でね。ああ、これ有名ですよね、思うかね、さっきってね。カプコン VS SNK じゃないわ。マーブル VS カプコンとかでも出てくるぐらいですからね、91でバスト。スポーツ系って感じですね。16歳。もうこの子好きでしたね。はい、いかがでしたか？はい、可愛い子、女の子ばっかりでしょう。いよいよこれからゲーム開始です。ワクワクしません？ちょっと待ってください。このゲームって実はクイズゲームなんです。さあ、大変参考書を持ってこなくちゃなんてね。そんなに問題は難しくないですから、安心して始めちゃってください。これからゲーム中にいろいろとつじつま合わないことがあるけど、そんな細かいことは気にしちゃダメ。アーケード版はどうだったかなんて確かめてみようとしてもだよ。お店にはもうないと思うから。はい、挨拶ってこういうことか。ちょっと待って、もういきなり始まるんや、この時点で。まあいいや、適当につけましょう。この音がなんかスト2のね、音ですよね。スト0の音ですよね。その、字のなんか音とかね。俺の名前は新一。そしてここは。この体勢がいいですね、これね。女の子のね。めぐみ、大丈夫ですか？祝日。ええー、わからんわ、そんな。わからない。自動車が時速50キロで5時間運転し続けて進んだ距離は、すんなわからんわ。僕、算数の問題ダメなんです。はい。算数とか数字苦手なんで。次のうち、恒温動物ってないのはどれ？何？恒温動物って何？もう、ゲームオーバー。僕、バカですからね、クイズ苦手なんですよね。北斗の拳、ケンシロウの使う必殺技は、北斗神拳ですね。でもこれ、ああ、でも合ってた。ゴジラ VS スペースゴジラ。うわ、知らないわ。これね、ボタンとね、丸四角三角とか、こっち Y とか B とか X とかだから、対応してるボタンがわからないんですよ。ああ、でもたまたま合ってたな、今の。え、ああ、大丈夫。ちょっと立ちくらみがしただけだから。フルボイスっていうのがいいですね。あ、落とし物。ペンダントだ。いや、懐かしいですね、このゲームね。
サイコロみたいなもんですよね。あ、リンツ出てきた。リンツっていうちょっと悪魔キャラみたいな女の子がいるんですよ。なんだお前は。相撲の問題、相撲取りの格付けを上位順に並べた表を何という。これか。あ、違うか。ガンダムダブルのダブルは何の略。うん、分からんな。ウィングか。あ、当たってた。リンツ、さては魔王の手下か。ここからいろいろの邪魔してやるよ。なんか行くしような。ボタンを押して。どっちに行くの。じゃあこっちにしようか。だね、また問題。アーケードゲームのスペースインベーダー1画面にトーチカは最初いくつ。トーチカしたけどね、このゲーム、はい、この間やったのは確かワンダースワン版でしたからね、ポケットファイターね。じゃあこれ、この間よりやりましたけど、これもうちょっとな、ね、少ししかできなかったんで、もうちょっとやろうかなと思います。これもね、面白いですからね。まあ、セガサタン版持ってますけど、僕は。はい。あなたがやるのよ。はい。ある3月の終わり、太平洋岸の小さな町、虹色町、あ、読めなかった。あなたは果たして世界を破滅から救えるのでしょうか。知らないけど選ばれちゃった自分は、誰だっけ。で、自分で名前つけるわけですね。名前はなんていうの。声がめっちゃ可愛いね。まあまあ普通に自分の名前つけますよ。俺の名前は新一、そしてここは大丈夫ですか。うん、いいですね、この女の子ね。ジャンセレもちろんしますよ。文系、ホビー系、ホビー系かな、この中じゃホビー系にしましょう。これ、クイズはあんま得意じゃないのでね。長谷川から発売された模型の、知らんわそんな、適当でいいや。ジェンスラリー、雑学、社会、スポーツ、英語、バイク、自動車バイク。苦手やな。雑学でいいか。雑学好きなんで僕ね。はい。クラムチャウダーとは知らんわそんな。何やな。貝か。違うか。単行本がベストセラーに。衣装かな。うん、これまっちゃんのね、あれですよね、ダウンタウンのストリートファイター3に登場するキャラクターは、カイロ？オロやね、オロ。あー、間違えた。ボタンがわからんな、これ、どこか。あー、よかった。オロって名前なんですよ。カイロね。もう、うちのね、親戚が経営している美容室の名前もオロって名前なんですけど、まあまあ、それはどうでもいいか。大丈夫ですか？あ、大丈夫。ちょっと立ちくらみがしただけだから。よかった、死んでるのかと思っちゃった。まあ、そんなわけないわな。本当によかった。それじゃ、この女の子可愛いですよね。一番好きかもしれませんね、このゲームのヒロインでね。落とし物ペンダントだ。はい、
まあ、クイズゲームといえばこのゲームか、あとねナムコのマイエンジェルっていうのも好きでしたね。あの子育てクイズマイエンジェルね、あれも好きでしたね。あ、この子出てきましたね。あ、キャンセルできないんや。徳川家康はよく親父と呼ばれる。どう呼ばれるかわからんな。タヌキかな。あ、当たってた。適当やったのにね。奥田民生、ユニコーンですねこれね。はい、僕も音楽は強いですからね。 J-POP の問題はかなり強いです。学ぶ、なんだよ、どっか行っちゃったじゃないか。しょうがないな、遊んでやるから鼻拭けよ。はい、まあクイズゲームはね苦手ではありますけどね、まあ好きは好きですね、面白いんで。ああ惜しいな、あの子と会えなかったね、めぐみちゃんとね。この女の子も、この女の子も好きですね、妖精ね。パタカやね、この子。スピードクイズ？次に、メンテないのはどれ？これか。おい、オッケー。電話を意味するのはどれ？テルでしょう。乗り物でないのはどれ？馬でしょう。あ、靴か。うん、靴やん。食べ物でない、パン、妹やんね。はい。植物、うん、ああ時間切れか。はいはい。いやでもこのゲームはでも結構好きですね。ボタンを押して。また。あ、じゃあこっちにするか。ん？どうやって選ぶのこれ。どっちって、あ、そういうことか。じゃあこっちにしよう。はい、誰か出てくるのか。なんだありゃ、空に巨大な影が、あ、消えた。何だったんだろう。あ、スポーツ系の女の子ですね。こんにちはね、今の見た。ジャンル、ゲームかな、ホビー、趣味、ゲーム、芸能でもいいですね。あ、音楽にしようか。こっちの方が、ゲームよりこっちの方が僕得意かもしれませんね。問題。実写化した、ときめきモビアの主役のオーディション。まだ？あー、オーディション。これはちょっとわかんないな。あ、でも、当たった。好きな女優を選んだら当たった。夢の中の風任せで始まる。あ、これやね、エロティカセブンですね。はいはい、サザンの曲ですね。はい、近い銀行やって。まったく。これもうちょっとこうしようか。はい、カメラマンが忙しい人だ。はい、ボタンを押して。犬かい。どっちに行くの。じゃあこっちにしようか。あ、女の人いますね。これセクシーな子じゃなかったっけ。学校か、俺勉強しなくてもいいのかな。ちょっと入ってみよう。あら、新一くん。あ、やっぱそうですね。セクシーな子ですね。あ、私よ。あなたの担任じゃない。どうしたの？はい。ジャンル。理系、英語、漫画、アニメ。このどっちかですね。どっちかって言ったら漫画の方が詳しいかもしれませんね。アニメよりね。あれ、文系になっちゃった？カタカナの意はどの漢字を記号化してできた
文字、これかな。おお、当たった。知らんわそんな。違うわ。ジョニー、この、あ、コンテニューになった。ダウンタウンの浜田が書いていたミリオン、エッセイ、読めですね、確か。あ、こっちか。これ持ってますよ、この本。読め、僕も読みましたからね、この本は。知らないなぁ。はい。主人公がジャン・バルジャン。知らないな、これも。適当に選ぼう。あ、当たった。これクイズに当たれば、こう、なんていうのかな、女の子に気に入られるっていうゲームですから、自分で好きな子をなかなか選べない。あ、でもこの子に会えましたね。会えましたね。この子に気に入られたければ、この子のクイズに当たりまくらなきゃいけないってことですから。おぉ、いいっすね。この子も可愛いですよね。あ、ジャンセレ、芸能音楽にしましょう。一番得意ですね。CM で牛は何をしていた。うわ、そんなわからん。適当やな、これは。ウルタマンジェアスで。うわ、これも知らないわ。見てないからね。あ、当たった。たまたま当たった。神田オノやね。バンドチェッカーズですね。これは簡単ですね。いや、中山忍ですね。好きでしたよ、僕。中山美穂よりこっちの方が好きですね。中山忍の方が可愛いですからね。まあちょっとした恋愛ゲームですよね、これもね。あ、惜しいな。女の子に会えなかったね。一般人マーキャー、また出た。またあのカメラマンの子か。会場がいる。芸能音楽やね。はい。サントリー。菅原文太が共演した際、あ、それは知らないわ。これ1回のミスはあれ、2回目のミスであれなんですね。間違えてされるんですね。あれ知らないわ、人間失格。これか。おお、たまたま当たった。浅野浅尾、知らないわ。浅野浅尾って誰やね。じゃあこっちか。惜しいんや。ジャンセレ、芸能音楽やね。 R2。 問題、東京大学物語。いや、これも知らないな。スピリッツか。当たった。今の漫画の問題やんな。なんで芸能になってたんやろ。あ、おもかね、サケがいる、あっち。向こう行ってみよう。お、なんだなんだ、またあのカメラマンか。あ、違う、おもかね、サケや。ホビー、趣味、特撮。特撮もいいですけど、まあ特撮はそこまで詳しくないんですよね。ホビー、趣味かな。あ、でも、そう、どうしよう。特撮してみようか。面白そうですよね。ウルトラマンの故郷は、M78 じゃなかった。そうやね。ゴジラ、デストロイヤー。
メルトダウン、核爆発なんや。ジャンセレ、芸能音楽ですね。ボンジョイのファーストアルバム、うわー、それは知らん。洋楽はね、ま、疎いんですよね。フリーウェイ、あ、ランナーウェイか。あ、たまたま当たりましたね。おもかねさきね、かわいいですよね、ギャオ。でも顔が出なかったですね、おもかねさきのね。通行人、また何かあったのか、これ。おまかねさっきはまた。ギャオー。あ、来ましたね。おまかねさっき出てきましたね。民間人は下がって。はい、ジャンセレ。ホビー、趣味、アニメ、特撮。アニメにしてみましょうか。懐かしのアニメ、最近のアニメ、ロボットアビネ。じゃあ、これでいいや。マジンガー Z、 わー、知らないな。マジンガー Z は知らないんですよね。あ、ゲームオーバーや。フレーズ問題、バックドロップの別名なんや、それは知らないな。これか、あ、違うわ、岩石落としだ。哺乳類でないのはどれ、ペンギンですよね。オートバイレース、イギリスの。あ、わからん、こんなん。はい。バイクはあんまり知らないんですよね。ドカベンの愛称、里中、知らないわ。これか、ゲームオーバーや。ゴジラのネーミングは、クジラかな、クジラなんや。カジノのゲーム、ブラックジャック、慣れない組み合わせ、わ、それは知らないわ。はい、山口智子とドラマ、これ昔の、でもドラマあんまり見ないからわかんないんですよね。はい、それいけアンパンマンの海の親、ジャムおじさんちゃうの、やっぱそうですね。まあ、ヒーローなんでしょうね、この子は。ヒーローというか、ヒロインか。あ、あった。会いましたね、この子と。あ、この子。この子が問題出すの？模型の問題。うわ、わからんな。適当やな。5300円当たった。算数の問題、あい、ダメです、わかんない、算数は多くダメなんですよね。はい、ゴルフ用語でそのホールの、うわ、わからんな。パーか、あ、パーですね。ゼブラ、意味でゼブラ、ボールペンちゃうの、あ、ちゃうの、あ、そうか、会社か、ボールペンのあれは。発展と、違うのか。カプコンのヴァンパイアシリーズ、第3作目はヴァンパイア、セイバーですね。はい。はい。なんだ、お前か、どうしたんだよ、今日は。なんで、おもかねさきいないやん。おもかねさき出てこなかったやん、なんか知らんけど。ちょっと外れみたいな感じか。ああ、リンツ出てきたね、悪魔の。
国連など国際機構の事務局に知らんわ、そんな適当でいいわ。はい、ゲームオーバー。笑ってもっとベイビー、笑ってもっと、ね、チャコの快感物語、あ、違うわ、愛しのエリア、はいはい、危なかったね。テニスの女王、テニス知らないな、イタリアか、違うな、はい、シングルシーズンの直径何センチ、8センチでしょう、うん、はいはい、8センチシングルと言いますもんね。バイクの問題、ハーレーとはどこの国のメーカー、知らんな、バイクは全然知らないわ、日本か、違う、違うか、ジャンル、芸能音楽ですね。もちろん、もちろんこれですよね。これが一番得意ですからね。ジャズの発祥の地。あ、それは知らないわ。うん、わからんな。ゲームは。はい。北斗の拳の主人公。必殺技、北斗神拳ですね。簡単ですよね、これ。はい。はい。ゴジラ&モスラン出てくる。黒いモスラの名前。これか、違うんや。バイオハザードで主人公たちと舞台、あ、知らないな、これは。おいし。スワット、違うか。バイオハザード知らないんですよね、全く。ハー、バードの愛称で知られる。サックス、あ、知らないわ。知らないわ。うん。はい。あと番組、グレートマジンカーじゃなかった、やっぱそうですね。これ、この女の子はね、間違った方がね、好感度アップするんですよね。魔王の復活まであと5ヶ月ね。はい。まあそうやろな、最初のとこだけやもんな。セーブしときますか。これでもセーブしてもあれですもんね、意味ないですもんね、これエミュレーターだから。まあ一応しといてもいいけどね。保存されなかったですからね、北斗の拳やった時ね。ちゃんとクイックセーブができればいいんですけどね。はい、ありました。またあのガキ出てくるんちゃうやろな。やっぱ出てきたか。またお前か、どうでもいいけど、鼻水拭けよ。また出たか。ギャオー。すぐ来てくるよ、本物が。あ、来ましたね。ジャンル、ジャンセレ、アニメ、特撮、特撮してみようかね。はい、特撮ね。ガミル、ガの怪獣、ガの怪獣、モスラか、モスラやね。はい、ゼアス、お笑いタレントグループは、わからんな、これ。これか？違うか。じゃあ、そう。石油会社。知らんでよ、当たった。地盤ね。それはちょっと覚えてないな。見たことありますけど。レゾン。コングの復讐に登場した巨大ザル。知らんわ、そんな。当たった。おもかね、さっきの方が好感度アップしてますね。うん、ずいぶん走ったな。さっきは、いや、いつも危ないところを助けてもらってありがとう。
この大金さっきの息子なのかな、この子供は。もしかしたら。エアガンを発売してるメーカー、ちょっとわからんね。適当に選ぶか、違うか。ゲームオーバーになった。ナンバーズの宝くじは全然知らんねんな。宝くじやったことないから。あ、たまたま当たった。サッカーは1チーム何人で行う。いや、僕もなスポーツは疎いんですよ。違うのか、11人か。同好会を英語で書くと。知らんな。これか、違うのか。ジャンセレ理系映画、こん中やったらアニメかな。やっと安心、宇宙旅行。知らんな。三国志の三国以外の国はどれ。知らんな。 5? 違うな。あ、たまたまだった。旗バイクの問題、うわ知らんな。メーカー、適当に選ぶか。違うか。ゲームの問題、ナムコットオープンは何のゲーム。ゴルフですよね、確か。はいはいはい。私、おもかねさきです。あ、そうか。じゃあ、息子じゃないんよね。はい、入りましたね。おお、制服着てる。すげえかわいいやん。あ、しんいちさん、こんにちは。またお会いできましたね。ジャンセレ、アニメ特撮。アニメ特撮。アニメかな、こん中やったら。ヤマトの、ヤマトが目指すのはどこ。イスカンダルか。イスカンダルですね。歌でね、歌詞でありますからね。ワンマンに入るのは頑張れじゃないの。さあ、それ行けや。それ行けやね。ゲッターロボ、腕にドリルを持つのは、ゲッター 3? 違うか。ドクタースランプ、せんべいさんの、みどりさんの間で生まれた子供、のり巻きターボですね。はい。もうね、すごいな、この子の好感度どんどん上がってますね。あの前と格好が違うから、今日はどうしたの。この辺り、さっきが今のところ一番好感度がアップしてる感じがしますね。あ、リンツいるやん。にしか出ないってことやん。絶対こいつと会うようになってんだ、こいつは。間違った方が好感度アップしますからね、クイズはね。釣りの問題、うわ分からんな。わからんね、これは。適当。あら、ロードになった。私のことを可愛いと思う。家庭用、さっきなんかより人気出るよね。さっきの方がいいよ。ん？どういうこっちゃ、これ。
ゲームバー、これクレジットがなくなってもゲームバーなくならなく、なくなってもつうか、こういうゲームバーのなり方ってあるんや、このゲーム。そうか、まあしょうがないですね。じゃあとりあえず違うゲームをやりましょうか。